皆さんこんにちは。柿内化粧品店、伊沢よしこです。今日は首のケアについてお話をしたいと思います。皆さんいかがでしょうか？首のケアきちんとされてますか？されてる方のうち、首専用のアイテムを使ってらっしゃる方、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか？実はですね、統計によると、首のねケアしてるけれども、だいたいお顔のお手入れ、例えば化粧水乳液をそのままね顔の後につけてるよっていう方が7割弱ぐらいいらっしゃいます。そして UV ケアですね、日焼け止めきちんとつけてるよっていう方が3割弱いらっしゃって、なかなか専用のものっていうので使ってらっしゃる方が少ないんですね。で、専用のものを使うとどうなるかっていうねお話もちょっと後ほどしたいと思うんですけれども、まずその前に、なぜ首にシワができるかというお話をしたいと思います。皆さん、首のシワって横と縦あるのご存知ですか？こう横のシワというのは、実は若い方でもなる方はなるんですね。何気ない動作の積み重ねで横じわというのはできてしまいます。ですので、改善としてはもう普段の生活習慣を見直すということが大事になってきます。今ね、スマホとか、パソコンとかね、仕事でされることも多いんですけども、ちょっとこううつむくこの動作、その時にここの首がシワになってしまうんですけども、こうやってねうつむくのを、改善されることによって、ちょっとこうね、ここの横のシワも改善されてきます。で、今度縦のシワ、これはもう明らかに老化現象なんですね。加齢に伴うシワになってきます。乾燥やコラーゲンの減少、そして筋力の低下によって現れてくるシワと言われています。そしてこの首のシワの原因ですが、大きく4つあると言われています。まず1つ目が筋肉の衰えです。この首のシワというのは、このフェイスラインからここに向けてですね、後傾筋という筋肉で支えられています。ですので、この実はフェイスラインがたるむことによって、首のシワも目立ってくるんですね。そして2つ目が乾燥です。お顔もそうなんですけれども、首も潤っているとシワって目立たないんですね。ですので、乾燥も防ぐお手入れも大事になってきますね。洗濯物と同じように、パリンと乾いちゃうと、こうシワっぽくなりやすくなったりしますよね。はい。そして3つ目が、皮膚の厚みが減少してくるということです。どういうことかというと、もう肌の皮膚の内側のコラーゲンが減少してきます。このね、コラーゲンの減少を防ぐためにも、やっぱり紫外線対策が必要ですね。そして4つ目は、お肌の生まれ変わりが鈍くなってくるのと、リンパの流れが悪くなるというのが原因になっています。ですので4つ。1つ目は筋肉の衰え。2つ目は乾燥。3つ目は皮膚の厚みの減少。そして4つ目は、お肌の生まれ変わりが鈍くなり、リンパの流れが悪くなるということです。そして首というのは、実はお顔と皮膚の構造が違うんですね。顔に比べて首は皮膚が薄いです。よく首の皮1枚とか言いますけども、こうね、引っ張ったらこう薄い皮みたいな感じですね。そしてターンオーバー、お肌の生まれ変わりは遅いです。例えば日焼けをされた時、顔と首っていつまでも日焼けが引かないのってどっちだと思いますか？だいたい首の方が黒くなってますよね。そしてファンデーションをつけると、ちょっと顔だけ浮いたっていうね、ご経験も皆さんあるのではないかなと思います。そして今日ご紹介したいのがこちらですね、 AQ コンセントレートネッククリームというものになります。こちらですね、実は2021年のベストコスメのボディケアで一番になった商品になっています。こういった感じですね。すごくこう滑らかな感じでスーッと伸びてきます。こちらは首の専用になってきますので、今からつけていきたいと思います。で、先ほども申し上げましたが、首のシワの原因は4つあるんですけども、このフェイスラインのたるみによって
この首のシワも目立ってきますので、こういったクリームをつけるときはまずフェイスラインからつけていきます。これは皆さんが使ってらっしゃる首専用のものの使い方とは違うかもしれませんが、こちらの影響に関しましては、そのような使い方になっています。で、つけていくんですけども、このようになじましていきます。すごくですね、伸びがいいです。このフェイスラインにも伸ばしていきますね。しっかりフェイスラインにも伸ばしていきます。で、このリンパにもしっかり流していきますね。はい。では、まずですね、まっすぐ向くのではなくて、ちょっと首を傾けて、ここですね、伸ばしていくんですけども、まず、フェイスラインをぐーっと上げていって、今度、首のリンパに流していきます。ぐーっと上げて、もう一度しますね。ぐっと伸ばして鎖骨に向かって流していきます。で、首専用のものを使いでない方は、例えば乳液とかクリームとか、ちょっと滑りのいいものでやってみてください。で、そしてその後にこの鎖骨の部分のリンパを流していきます。で、鎖骨のリンパを流すときは、こう行ったり来たりするのではなくって、一方通行でやっていきましょう。で、鎖骨の上の部分と下の部分あります。挟んでいただいても構いませんし、上だけ、下だけというふうにしていただいても構いません。これをだいたい3回していきましょう。というふうに伸ばしていきます。あと、クリームが残りましたら、この首の後ろもですね、背中に向かって流していただけるとよろしいかと思います。で、こちらの商品ですね、筋肉の収縮を緩和してくれるという効果もありますし、先ほど申し上げました首のシワの原因になる4つの原因ありますよね。これを解消してくれるという成分がしっかり入っておりますので、首のシワが気になる方、でも専用のものは使っていないんだということはですね、ぜひ一度お試しになってみてください。とってもね、香りもいいですし、伸びもいいですし、そこまでね、ベタベタしませんので、きっと気に入っていただけると思います。今日は首のシワについてのお話をさせていただきました。今日のお話がなるほどと思ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。